私は、とある国会議員の、ちょっとね、一緒にね、えっ、ー、と、今日のニュースを持ってくださってるんだけど、何んだこれは、何海上自衛隊で、えー、本来は、えー、カレーを食べる権利がない人が、カレーを食べたと、けしからんな、女、ね、海軍カレーといえば、美味しくて有名じゃないか、その誰でも食べたいよ、それ、ただで食べたって、食べる資格は本当はないのに、定食4日間、けしからんな、こういうのは厳選に、やっぱりね、退場してもらうと困るよね。 ああ、しかしね、お今日もね、この国会議事堂のすぐそばにある議員会館で、私はもう快適だよ。いや、国会議員はね、やっぱり国民の皆様の負託を受けて、このね、事務所、こんな一等地でこんな広くてね、これ、家賃したらいくらの換算なんのかなあ、そうそうそう、一生君、きっと来てたも、きっとだんほら、私が当選した付き合いだろあれ、ほら、私が、な、議員始めたのって、30日やったけど、あれ、あれだ,あれだろ、あのー、 文書交通費だ円あれ、月100万だっけあれは1、一ヶ月分出るんだろそうかそうか。アジアースアジアースーそうかそうか。いや、このカレーの消しからんな本当になああ、でも国会でね、あの、法案、賛成、賛成しましたよ。ね、あの、就職氷河期の、えー、就職なんか支援の、あれ17億円。いや、17億円もう予算つけましたよ。ね、国民一人当たり17円か。 いや、大盤振る舞いしたね、本当にね、いや、カレーけしかないよ、本当にもうね、だって海軍カレー食べたいんだから、本当に、あ、ところであの、ほら、議宿舎、ね、ここはあの議会館だけど、銀宿舎ね、私がほら、えー、地方出身だっていうことになってるから、あの本当はね、あのち,ちょっちゃなほこにいろいろ家とかあるかもしれないけど、地方出身だから、ほら、議宿舎、赤坂だっけ、あれ一等地だね、あそこもなんか家賃、えー、民間の相場で買うます。 警察だとどれぐらいになるのかないやー、国会議員はね、やっぱり国民の皆様から付託されてるね。ああ、そうそうそう、コロナが明けたらね、あの、国会でなんか視察や、やっぱりね、えっ、ー、と、各国の状況をなんか視察しなくちゃいけないからね。いや、まあ、政府専用機とは言いませんけれどもね、ええー、ビジネスクラス それとファーストクラスも乗れるのかい国会議員は。ビジネスだけああ、でも広くていいよね。どこ行こうかな、うん、やっぱり、夏だったら、あの、白夜、の、北欧とかにね、そこでやっぱり各国の事情我々視察しないといけないからね、国会議員としてね。カレーはけしからんね、カレーは。どれだけ食べないのカレーは。<laughs> ねえ、あの、もうカレー、海軍カレー、美味しいの、それは何、食べる、 なんだ権限がない事務官の人が食べたって。前からやってたからって。けしからんね。前からやってたからって、そんなカレー、国民納得しませんよ。本当にね。ああ、文書交通費ね。<laughs> 議員として1日しか働いてなくても、うん、30日分もらえるんだろう。前からやってるからね。<laughs> 前からやってるから。まあ、しょうがない。それそういう決まりだからねいや。国会議員もね、カレー食べたいんだけど、えー、国会議員もあれかいあの、海軍カレー、ここは食べられないのあ、食べられない。 これ海軍じゃないと食べないな。あ、そうか。食べだな。まあ、しょうがないな。それは我慢するわ。わいこのね、とにかくね、この快適なね、議員会館。<laughs> 家賃にするといくらぐらいになるか、ね。<laughs> おかしいでしょなんか <laughs>。青いポロンちゃん出るぞ。海軍だからね。青いポロンちゃからもお願いよ。脳の共用チャンネル、登録してね。